前回は安井商店の特上さいぼしをレポートしたんですけど、今日はですねバラさいぼしです。さあちょっと食べてみましょうかね。あ、やっぱね特上さいぼしとはね全然味が違いますね。もうねこっちは特上さいぼしに比べると香りが少ない、むしろさっぱりしている。なんか特上さいぼしの方がこう濃厚な肉肉しい味わいがあったんですけども、こっちはね意外とその香りが薄いかなという感じがします。ただこっちの方が食べやすいですね、人によっては。だからねなんか特上だからいいとか、まあバラさいぼしだからダメとかそういうことじゃないです。特上さいぼしはやっぱ程よく脂身があるんで、脂身の香りがあるんですね。こっちもまあ脂身あるんですけども、特上さいぼしと違って、この身自体はね、あまし脂が入ってないんですね。うん。でもこっちもこっちで美味しいと思います。ということで今日はバラさいぼしのレポートでした。